はい、どうも、ニートです。はい、ということでタイトル通りなんですけど、本日ですね、ユニクロのね、聖蹟桜ヶ丘店というところに行ってきまして、そこで、シームレスダウンパーカーという、はい、アウターを1枚購入してまいりました。はい、クレジットカードで、買いました。はい、お金ないんでね、僕。はい、9990円。そう、お値引きされてたんですよ。あれね、確かに1万6000円とかだったんですよ、みたいな。で、合計で税込み 10%、999円プラスされて1万989円で、本日購入してまいりましたので、そちらを紹介していくという動画でございます。よろしくお願いいたします。まあ、気長にね、皆さん見ていっていただけたらありがたいです。ちょっとコーヒー飲ませてください。今日はおしゃれにセブンカフェです。はい。で、はい、こちらが本体でございます。じゃーん。おニューでございます、皆さん。おニューですよ。俺がおニュー買うのって超珍しくない？はい。で、僕ですね、アウター持ってるんですよ。そう、ミニマリストっていうわけではないんだけど、本当にアウターがこれだけなんですね、普段着てるのって。寝るときはウルトラライトダウンになるんですけど、これを普段日常使いで使ってます。はい。これ、ワークマンの、何だっけ、ストレッチなんとかみたいな、L サイズ。まあ、約ね、M と L の間ぐらいかな。これで確かに、すごい着やすいんですよ。あったかいし、うん、柔らかいし、そう、本当に伸びるし、超いいんですよ。ただ、なんかね、自分着ててね、やっぱりね、素直になんなきゃいけないと思いました。お買い物上手な人って、多分そこら辺が素直なんだなって思います。言ってる意味分かりますか？なんか、妥協とか、これでいいやってよりかは、これがいいやみたいな。分かる？これ。まあいいや、そんなことはどうでもいいんで、紹介してきますね。はい。はい、本日購入したのがこちら。こういう感じ。ユニクロの M サイズで、ほら、9990円。ラッキー。ちょうどね、これ2点しかなくて、はい、お姉さんが確保しててくれて、やった、ありがとうって感じでした。はい。ってことで、着ちゃいますね、もうすでに。いや、ほんとさ、これさ、今更なんだけど、マジで買ってよかったと思うんだけど、はい。はい。こんな感じです。そして、着る。この、あったか。今までの何だったの？あったか。はい、こんな感じになりました。で、締めます。あったか、包まれてるんですけど。はい、どうもニートです。はい、これだけで動画なんですけど、はい、いかがでしょうか。これさ、いやもうマジさ、これさ、確か指なきゃ違うっけ、指なんかこうやってやるやつなかったっけ、気のせいか、もういいか。はい、こういう感じで、ね、あったか、ポケットが、皆さん分かります、あったかい、あれです、フリース素材みたいな。あったか、なにこれ。ああ、安心する。久々に僕ダウンを買いました。僕が持ってるのってこれってダウンじゃないんですよ。はい、あくまでこう、なんだろう、そのアウターっていうか、その外に着ましょうみたいなやつだけど、久々にこうダウンとか、このモコモコ感来ました。で、なんでこれを買ったか、今回それを話したくて、動画撮ってます。簡単に言うと、僕は基本的に物をあまり所有したくないというか、所有したいんですよ、うん、全然お金持ちならいっぱいで所有したいんですけど、無理なんで、なんか所有してるその自分を考えるとしんどいんで、所有しないようにしてるんですよ。はい。で、簡単に言うと、これって軽量だし、これ3年間ぐらい持つんですって。劣化しちゃうんです、逆に言うと。はい、ダウンっていうんですか、このね、質がなんからしくて、だから僕も今回、あ、じゃあこれを3年間着ればもういいんじゃねって思って買いました。そう、ある意味これがだから今後僕の動画とかで1年後とか2年後とかにこれが多分参上するであろうっていう計算なんですけど、で、そう、ここで言いたいのが、荷物を僕の場合見てください、この格好。そう、トレーナーを着てるんですね。で、僕トレーナー別に嫌いとかじゃないんですよ。別にパーカーも好きだし、はい、ただトレーナーの方が洗濯がいつも、楽なんですよ。楽ってわけじゃないけどね、これ裏返して干しとくだけなんで。ただ僕めっちゃ、なんだろう、汗かくんですよ。で、この下とかの、このユニクロの、すでに脇汗すげえわ。そう、このユニクロのね、ドライ EX T シャツっていうのを着てますよね、これ。多分皆さんも知ってる人は知ってると思うんですけど、これがさ、もうすごい汗を逃してくれるんですよ、ここの。わかります？このちょっと作り目が、ほら、ちょっと違うのわかります？これ。だからすごい、もう基本的にこれ1枚になって、今すごい汗がついてるんだけど、これが、これ1枚になるとどうなるかっていうと、気がついたらサラサラなんですよ。そう。で、これを着てると逆にね、暑苦しいのよ。で、プラス、今も言ったんですけど、汗がつくから冷たいんですよ。はい。これが綿素材の、まあ、いわゆるデメリットであって、だから僕綿の T シャツとかを着ないようにしてるんですよ。
で思ったんですよ。そう思ったことがあって、じゃあこの半袖でこれを着ちゃえばもういいんじゃねもうそのトレーナーは確かにちょっとまだ捨てるのは早いかもしれないんだけど、とりあえずこれで生活して、おこれでよくね、お超あったけあったか、そうこんな感じですね。これでいいんじゃないでしょうかっていうことにちょっとたどり着きました。はい、よくないですか、シルエット的にも。ちょっとカメラを今位置下げますけれど、はい、いかがでしょうか。普段僕こういう格好なんですよ。これも一応綿素材なんですけど、ストレッチのパンツなんですごい、楽ですよね、やっぱ。はい、こんな感じです、僕の普段のファッションは。って考えたら、はい、僕が言いたいのはちょっと戻しますね、カメラ。よっこらせと。これでさ、もう今後生きてったらさ、これで汗かいたなと思ったらこれ脱いで、そうで、多分寒くなるんだよ。そう今の時期絶対寒いから風とかもさ、ヒューヒュー入ってきて、今冷たくなるんだけど、それを、ああ寒くなってきたってなったらもうこれを着ちゃえば OK って思ったんですよ。はい、で意外となんかミニマリストさんというか、なんか Google とかで、ね、ミニマリストの服装とか僕も結構調べたりとかしてて、そうだからいろいろこう改善を重ねてるんですけど、もう結構ねこのライトダウンと下を T シャツ1枚の人が結構いたりとかするんですよね。そうなぜかっていうと、僕も今体感してるんだけど、着てるじゃん、この肌の太陽が直接ダウンに影響するんで、でこう密閉されてるから、逆に言うと自分自身の太陽が何ていうの、暖かい原因になるわけなんですよ、いい意味でね。そうだからこれが今僕にとって太陽が直接何ここに来てるみたいな感じなんですよ、 中にね。そうだからすごいあったかい。さっきはちょっと寒いかなと思ったんだけど、逆にこれとか着てる方が寒くて、そうなぜかっていうと、その今言った汗がひんやりかいてるし、プラスそんなにこれって防寒性っていうんですか、なんだろう、風を通すかあれだから逆に寒いというかね。なんだけどあえてこうやって空洞を作ってあげて、まあ、空洞とかないけどね、もうめっちゃモフモフで気持ちいいんだけど、の方がもしかしたらコスパというか、自分自身のその QOL っていうんですか、クオリティオブライフとか、あんまり僕そういう言葉使わないんですけど、上がるんじゃねと思って。そう僕結構本当にね、結構めんどくさがりなんですよ。は働きたくもないし、できれば家とかでスポーツとかできるとかしたいしみたいなね。なんだけど、まあ、そういうわけにはいかないじゃないですか。なんだけど、じゃあこの格好にして、あっちいいなと思ったら脱いで、で寒いと思ったらこれ着てガン締めすればとりあえず生活できるんじゃないみたいな、思って、はい、購入しちゃいました、はい、これ一つちょっと自分的にチャレンジング的なところがあると思うんですけど、ちょ今までねこう買い物いろいろこういうの買ったりとかして思ったのが、あ、いや、やっぱこれが一番最強かもしれないっていうことにちょっと気づいたんで、ちょっと今後ねこの生活を続けていこうかなと思ってます、はい、これで、ね、過ごしていくっていう。仮にねどっか出かけようとか、なんか分かんない、僕の場合旅行とか全然行かないんで陰キャなんであれですけど、行く場合とかはこれとかとりあえず僕3着持ってるんですよ。これを2つぐらい入れとけば、本当に寒い時はこれを着て、ね、で運動というか外歩く時とかはこれでいいんじゃないかなっていうふうに、思いました。はい、まあ、ちょっとね人それぞれの服装とかスタイルとかって違うと思うんで、一概には僕もこれが絶対だとかそういうことは言わないんですけど、僕のねちょっとライフスタイルで今回これを買ってみて、はい、いいかなと思ったんで、ちょっと今回動画を撮りましたというお話です。はい。ということで、ちょっと動画長くなっちゃうと終わるあれなんで。はい。ということで、ご視聴ありがとうございます。結構、着丈感としては、こんな感じです。はい。M サイズです。はい。ちょうどいいよね。僕、身長 168.5 センチぐらいなんですけど、ちょうど、はい。もう、これ実は昨年僕、試着したことがあって、16,000円とかだったから、買いたくなかったんですよ。うわっと思ったんだけど、違いました。やっぱ欲しいものは買った方がいい。しかも欲しいものの中の、必要なもの、そう自分にとってこれがなんか人生を変えるというか、もうこれが大好きですっていうのは絶対ってわけじゃないけど、やっぱ高い確率で合ってるんだなって思いました。やっぱ買って今思ったの、俺今だってこれ今日今初めて来ましたよこれ。そう試着もしないでそのまま M サイズですって買って、もうすごい気持ちいいもん、超楽、しかも軽い、本当に軽い。はい、というね、動画でございました。ご視聴ありがとうございました。皆さん、良ければ僕の動画でこういう感じで、いろいろ生活こうやると良くなるんじゃねみたいなことをどんどん語ってるんで、チェックしていただけたら幸いです。ということで、ご視聴ありがとうございました。またねー。